広島市立中央図書館を JR 広島駅前の商業施設に移転するのに伴い、不動産の取得費が当初よりおよそ7億円増額する事態に、市議会から追及の声です。広島市は老朽化などの理由で、広島市中区にある中央図書館を JR 広島駅前にある ALLA 館に移転、 2026年度の開館を目指しています今日の広島市議会総務委員会では建物のフロア取得費が基本計画をおよそ7億円上回る72億円近くに増えたことさらに一部フロアで鎮釈量が発生する事態を追求する声が相次ぎましたこれに対して広島市は増額の理由を地価や建築単価の増加などと説明しました そして、この賃借料は LLA 間を運営する広島駅南口開発が示していないため現時点で提示できないとしました。